Da ba da do ba do ba tweet tweet tweet. Da ba do ba do ba tweet tweet tweet. Da ba do ba do ba tweet tweet tweet. Da ba di da da bi da. 材料です。オリーブオイルとアサリ、キャベツなどの野菜と水溶き片栗粉です。熱したフライパンにオリーブオイルを大さじ1入れ、ニンニクを入れて香りが出るまで炒めます。ネギ以外の野菜を入れてよく炒めます。野菜が炒まったら上にアサリを乗せ、水を少し入れてフライパンに蓋をして蒸します。インスタントの麺を作り方通りに作っていきます。粉末のスープがある場合は沸騰した段階で入れます。規定の時間の1分早く火から下ろしたら、スープを先ほどのフライパンへ、麺は器に盛ります。スープに水溶き片栗を回しながら入れます。